コネチカット川流域図河川復旧プロジェクトバーモント州フェアリーコネチカット川はアメリカ合衆国ニューイングランド最大の川であるニューハンプシャー州北部のコネチカット湖群からニューハンプシャー州とバーモント州の宗教を南流しマサチューセッツ州西部とコネチカット州中部を流れてコネチカット州オールドセーブルックとオールドライムでロングアイランドサウンドに注いでいる 総延長407マイル、流域面積は11,250平方マイルである。ロングアイランドサウンドへの平均清水排水量は19,600立方フィート秒である。コネチカット川は、川口から約60マイル上流のコネチカット州、ウィンザーロックス付近まで、潮積の影響を受ける。水源は、ニューハンプシャー州の第4コネチカット湖である。 アシューロット川、ウェスト川、ミラーズ川、ディアフィールド川、ホワイト川及びチコピー川が主要な支流である。チコピー川の支流スイフト川はダムでせき止められ、ボストンに飲料水を供給するクワビンチョスイッチに変わっている。コネチカット川はかなりの量のシルトを運んでおり、特に春の融雪期には遠く、ケベックに由来するシルトが運ばれてくる。 多くのシルトを含む流水は、ロングアイランドサウンドの川口近くでは大きな砂帯を形成し、歴史を見れば川を船が走行するのに対し障害になってきた。この航行の困難さのために川口近くに大きな都市がないという数少ない大河の一つになっている。コネチカット川のエスチュアリーと長石湿地は、 国際的に重要なラムサール条約の登録湿地1759カ所の一つに数えられている。マサチューセッツ州のオサンプトンに近いコネチカット川のオックスボー1836年、トマス・コールがコネチカット川の名前はアルゴンキン語のキネタケットがフランス語で名まったものであり、長績が長い川を意味している。この川を初めて目にしたヨーロッパ人は、 1614年のオランダ人探検家アドリアン・ブロックだった。この探検の結果としてオランダ人がコネチカット川にフレッシュ川と名付けニューネーデルラント植民地の北東境界となりニューネーデルラントとニューイングランドの初期境界でもあった。最初にこの川を訪れたイングランド人植民者は1632年に フリマス植民地から来たエドワード・ウィンスローだった。1633年、イングランド人は現在のコネチカット州ウィンザーに交易基地を建設し、オランダ人はハートフォードの地に取を備えた基地を建設した。イングランド人に植民者の数が増えていったので、オランダは1654年にその経営地を放棄した。現在はニューハンプシャー州。 チャールズタウンにあった第四鳥では、フレンチ・インディアン戦争の終わった1763年まで、イギリス人開拓地として最北になっていた。1783年のパリ条約で、アメリカ独立戦争が終わり、ニューハンプシャー州と後に、カナダ州となるものの新しい境界は、コネチカット川水源の最北西端と定められた。 この定義に該当する流れがいくつかあったために国境論争となり、短命ではあるが1832年から1835年まで存在したインディアンストリーム共和国が作られたこともあった。当初のコネチカット川沿岸は広く肥沃であったために農業植民地となったが、その水量が豊富で滝があったことで製造業の流星に貢献した。最大の滝は、 落差58フィートのもので、マサチューセッツ州、ホールヨークにある。沿岸の重要な都市としては、コネチカット州のウィンザーとハートフォード、最大都市である、スプリングフィールド、ニューハンプシャー州レバノン及び、バーモント州ブラトルボロなどがある。1829年、コネチカット川の浅瀬を避けるためにエンフィールド、滝運河が開作された。 この運河のための拷門が建設された地は、ウィンザーロックと名付けられた。1800年代後半、この川は遥か北の特に、バーモント州エセックス郡のナルヘイン川流域から出る大量の木材輸送に使われた。この春に行われた木材輸送は1915年に止められた。これは遊覧船の所有者が航行に対する危険性を訴えたためだった。 1936年3月、この年の冬は、積雪量が多かったために、早春には、雪解けと激しい雨が重なり、コネチカット川が氾濫して包みを越え、多くの橋を破壊し、数百人の人々を孤立させたので船で救出する、必要があった。バーモント州バーノンにあるダムの水位が19フィートも、超えた。周兵や、地元ボランティアが佐野を積み上げて、 ダムの発電所が崩壊するのを防いだが、氷塊が上流の壁を突き破った。マサチューセッツ州のオサンプトンでは、洪水の間の略奪が問題となり、市長が浸水した地域を守るために市民にパトロールをさせることになった。この地域の避難民3000人以上が、アマースト大学やマサチューセッツ州立農業カレッジに収容された。 前例のないくらい集積された氷塊が、洪水によって生じた問題を複雑にし、水を、いつもとは異なる水路に流したり、川をせき止めたことで、さらに水位が上昇した。マサチューセッツ州ハードリーの、つまりが崩壊した時、水位は、ホールヨークのダムに積まれたサノウまでも超えた。サウスハードリーフォールズの町が完全に破壊され、ホリヨークの町の南部は、 大きな被害を受け、500人が避難した。スプリングフィールドでは、広さ5平方マイルの市街地、総延長18マイルの通りが浸水し、2万人の住民が家を失った。町は停電し、夜間の略奪には、警官が見つけ次第射殺するという布告を出すことになった。800名の周辺が秩序維持のために動員された。建物の上階に囚われた人には、 ボート船団を使った救助活動が行われ、地元の友愛会宿舎、学校、教会、修道会が宿舎、医療及び食料配給に使われた。アメリカ赤十字や公共事業促進局、市民保全部隊をはじめとする地元、州、連邦政府の機関が救援や人海戦術に貢献した。道路が浸水したために都市はしばらくの間孤立した。 水が退ぞくと、後には、おでが残り、ところによって、厚さ3フィートにも達した。スプリングフィールドの再生工事には、数週間を要した。この洪水全体で171人が死亡し、被害総額は1936年の価値で5億ドルに、上った。43万人以上の人々が家を失うか、貧窮にあえいだ。この時期は、 世界恐慌のまさに高みに一致していた。コネチカット州、マサチューセッツ州、バーモント州、及びニューハンプシャー州の州にまたがるコネチカット川洪水制御週間協定が1953年に制定され、重大な洪水被害を防止することになった。1965年水質法は、 コネチカット川とその支流で水質汚染を制御するために大きな影響力を与えてきた。この時から川の修復が行われ、クラス D からクラス B まで改善された。1997年にはアメリカの歴史参加線に指定された。下流の町は川岸の開発を制限する法を施行し、現存する基礎を除いて新しい建物は建てられなくなった。 週2回水質を報告するウェブサイトがあり、川の様々な場所で遊泳、ボート遊び及びツリーについて安全であるかを判断、できる。コネチカット川川口からエセックスまでは、コネチカット州でも、最も繁華な水路と考えられている。地元警察署や州環境保護警察は、週数回地域をパトロールしている。いくつかの町は、 必要な場合に使えるボートを確保している。ニューハンプシャー州コールブルック近くの川で働く遊漁船ガイドコネチカット川にはアメリカシャッド、アメリカウナギ、シマスズキ及び海集めなど疎下性の魚類が生息している。合衆国魚類野生生物局が大西洋酒のような海遊魚を川に戻す努力を続けている。ダムができたために 大西洋酒は200年以上も川から消えたままである。魚道や魚エレベーターを作って、マイハル魚が上流に向けて自然に海遊を再開できるようしている。コネチカット川の水源はニューハンプシャー州の北端、カナダ国境の近くにある。川の始まりの流れはニューハンプシャー州ピッツバーグの町にあるコネチカット古群であり、一連の水深が深く冷たい湖水には 湖マスや陸風酒が生息している。この川自体には川マス、ニジマス、大型のブラウントラウト、シャッド、コクチバス、シマバス、コイ、ナマズ、アメリカウナギなど釣り用の魚類が生息している。陸風酒は餌となる魚の春の産卵期とまた鮭の秋の産卵期に川に入ってくる。川の5マイルにわたって、下張りの釣りのみに寄生されている。 フランシスコから南の川の大半はルアー釣りや餌釣りにも解放されている。二つのテールウォーターダムが下流に冷たい水を供給し夏の釣りを優れたものにしている。第一コネチカット湖近くニューハンプシャー州コールブルック近く川口近くファウンダー橋上流にはバルクレー橋が見えるビッセル橋上流の野やコネチカット川の川水の大半は バーモント州のコネチカット川とその支流から来ている。下表は合流点の南から北に並べたものである。CT はコネチカット州、MA はマサチューセッツ州、NH はニューハンプシャー州、VT はバーモント州を示す。コネチカット川はニューイングランドの西から東に移動するときの大きな障害である。この川を渡る主要な交通手段には、 アムトラックの北東回路、週刊高速道路95号線、道90号線及び道89号線がある。さらに、週刊高速道路91号線はその経路が川に沿って南北に走っているが、コネチカット州内で1回、マサチューセッツ州内で1回、川を渡る。ありがとうございます。